こんなものは。大丈夫か、ヨナ。ごめんね、お兄ちゃん。もうすぐお席止まるから、ごめんね。ヨナのお席が聞こえたら、またあの真っ黒お化けが来ちゃう。心配すんな。兄ちゃんはお化けなんかに負けない。待ってろ、何か食べられるものを見つけてくるから。ヨナ。何があってもその本には触るんじゃないぞ、絶対に。いるんだ。キリがないぞ。ヨナには指一本触れさせない。守る。ヨナに近寄るな。ヨナは僕が守る。黒の人の力。
だわ。大丈夫か？ヨナ！お兄ちゃんこそ大丈夫？あんな奴らなんてことないさ。よかった。あ、これさっき見つけたの。クッキー？ヨナの大好物じゃないか。うん、お兄ちゃんと半分こする。いいよ、僕は。お兄ちゃんと一緒に食べたい。じゃあ小さい方。うん、お兄ちゃんはお父さんとお母さんの分まで食べて。ヨナ、ヨナ。クッキー落としちゃった。ごめんね。そんな、なぜ？ヨナ、いつも助けてもらってばっかりだったから。ダメだ、ヨナ、ヨナ。誰か、誰かヨナを助けてください！誰か！ヨナ、じゃあ行ってくるよ。
今日は狩りをすることになると思うから帰りにまたヨナの好きそうな。ありがとう。じゃあ行ってくるよ。ポポルさんもいる。おはよう。うん、そう、うん、少しでもよな僕にはそんな、そう、しょう、わかっ、北平、必ず。あ、ついでにちょうどこんなに余ったら、それはお、急に身寄りのない僕らみんな、うん、ダメじゃないか。ほら。ごめん。でも。ヨナ、大丈夫。いっぱい食べ。本当？もちろん。それじゃあお兄ちゃんはし。うん。今減り続ける人口と蔓延する奇病が世界を悩ませているらしい。魔物と呼ばれる黒い化け物も。人々の生活を脅かすようになってきた。でも僕にとって気がかりなことはただ一つ。妹のヨナと一緒に今日をちゃんと生き延びられるかどうか。子供だけで生きていくのはいろいろ大変だけど、優しい人の多いこの村でならなんとかやっていける気がする。いや、やっていかなくちゃならないんだ。ヨナのためにも。羊の肉は。くそ、魔物がこんなところにも。魔物が村のこんな。安心して帰りにもお店の人に。
羊の肉。助かったよ。あとポポルさんにも。うん。確かポッカリ。また買い。羊のに、あとよかった、薬草も今日のありがとう。月の涙を見ヨナ、あ、ヨナ、じゃあ今日は、今日も何かあるに大丈夫。北平原の橋、うん、ええ、そのでも大丈夫。村の誰に、昨日だってそう、本当まか、thank you.
ただいま。大丈夫だ。あなたがで平気だよ。無事でほ、そうそう。あ、これそうだ。え、ちゃん、まあまあ聞きたい。外の世界、村の外、そう。ああ、ま、もちろん。よか、早く帰ってあげて。うん。まだ図書館。ここにはポポルさんに聞いてみよう。ポポルさん、何か心当たり。お昼にこ、その時、そうね、昔は月の涙。そ、どうした。昨日、それでじ、まさか探し、石の神殿は、ありがとう。ヨナ、東門に行ってみよう。あれ？ヨナ、他に先。
いるんだ。ここにも魔物が。こんな危ないところに。ヨナ。ここから外に。上に登るに。
だ。なんだこいつら。どけ、早くヨナを。妹は邪魔だ。くそ、ヨナを返してくれ。邪魔だよヨナ。こら、待たぬか。我を無視するつもりか。選ばれし存在である我を害虫のように扱いよって。ヨナ大丈夫？ヨナ、ヨナ。まったく、これだから人という。目の前の課題を一人でやり遂げようという心がけは実…どうやったらヨナを助けられるの？我が魔物どもを一掃すれば、あの魔法陣を解けよう。そんなことできるの？我を誰と心得る。断じに力を与えし、シロの書であるぞ。見くびるでない。早く何とかしてしろ。我の名を略すでない。どんどん魔物が出てきてるよ。我に歯向かうとは愚かな。神羅万象を言葉で収束できるこの白の章を相手に、相手に、うん、どうしたの？思い出せぬ。お前が力任せに打ったせいで記憶が飛んだらしい。そんな。シロはあの黒い魔物の血を吸ったの？血は吸うとは、音は吹くことは、言葉は吸うか。どうしたの？シロ。これは記憶。大丈夫？しっかりして。奴らを倒すと力を取り戻せるらしい。これは魔法の力？これこそが偉大なる我が白の書の。待ってろヨナ、すぐ行くからな。これで終わり。するのは骨が折れる。これも
防御結界。何それ。防御結界の敵には剣も魔法も用をなさる。じゃあどうすれば。防御結界を張っているやつは動くことすらできる。動いている方から倒せ。今だ、とどめを刺すのだ。避けるので精一杯だよ。これも白の力。そうらしいな。頼れないな。しっかりしてよ。まず小さい奴らを倒せ。負のエネルギーなり恐るるに足りず。謝るのは僕の方だ。何やら剣飲んである。この神殿振る。間に合ったようだな。お兄ちゃん、月の涙なかった。お兄ちゃんをお金持ちにしてあげたかったのに。ごめんね。ヨナ。なんだこれ。
黒門、うん、いつからだ。変な咳をするようになったのは。その病にかかった人間は全身にやがて死に、うん、ヨナ、今は どうして何も悪いこと、僕たち兄弟ばっ、我とて助ける方法がある。ヨナ、まだ小さいのに。よう、無事だったのか。東門から出たと聞いて心配。あ、これは我は偉大なる白の書であるぞ、敬。へえ、白の書ってしゃ、え、白のこと知ってるんですか。今歌ってた歌に出てくるんだよ、白の書って。あ、そう、村に古いこと、意味、いつかこの世だが、それに抗うし、ど、いや、それでどうやって。さあね。そうなんだ。しょげるなよ。もん、そうですね。白の書と黒の書、病。どうしたのだ。いや、ちょっと気になることがあって。ヨナちゃんのことは、そのことで、それは、シロを知って、話が早そうだ。イニシエの歌ね。黒の書が世界に最悪をもたらしたとき、白の書が現れ、封印されし言葉で、黒の書を下ろし、最悪を消し去る、って言われてるの。封印されし言葉って。正確な記録が残っていないのでよくはわからないけど、何か魔法のようなものらしいわ。そうか。どうしたの。白の書が病を消し去るって古の歌に書いてあったんですよね。そして封印され、あの神殿で石像。そうだよ、シロ。そんな、だけど病をな、しかしそれは封印だが、じゃあそんな、ここにじっとしてな。で、そう、最近北平原の地図に書いて、村長の家を訪ねて崖の村で、わかっ、本当に、いにしえの歌か。古くから歌い継がれてきただけはある。耳に馴染むいい歌であったな。
本にも耳があるの？シロがいれば世界を、ヨナを救えるんだ。果たしてそれは誠であろうか。シロってただの口うるさい本じゃなかったんだね。無礼な奴め、今後は丁重に扱うがよい。不思議なところにある村だな。村長の家はどういうルートで行けばよいのだ。誰かいませんか？誰も信じない。この辺りで封印されし言葉の話を聞いたことがある人はいますか？お前もカイネと同じだ。何を言っても無駄のようだ。ここが誰だ？あ、僕たちは帰れ。話をいいから帰るんだ。話にならん。どうやらここにはザコしかおらぬようだ。封印されし言葉はないようだ。そうだね、ポポルさんのところに戻って情報を集めよう。
なんだろう。伝説の花だ。魅了されるのも無理はない。え、じゃあこれがヨナの集めたかった。その花に触るな。あの女の人、下着しかつけてないよ。たわけが。もっと他に見るべき場所があろう。あの人、魔物。やはりこうなるのか。やったか。使えるのか。魔物が魔物を攻撃してる。衝撃波に気をつけ。よく力しかないか。邪魔をするな。今は奴を倒す方が先だ。どうやら我らのことは眼中にないようだな。うん。何か吐き出しおったぞ。あれは何だ。この丸いのも魔物。こんな大きい魔物がいるの。今までのやつとは格が違うぞ。気を引き締め。死ね死ね死ね。てめえの汚れギタギタに刻んでやる。スタミオンだ。剣力だけではなく口の悪さも突き抜けておるようだな。とにかく大きい方の魔物を倒そう。
見ろ、文様が消えていく。この人、人間だよね。半分はな。いわゆる魔物付きというやつらしい。そう、悪いことしちゃったな。僕、てっきり魔物だとばかり。ともかく、この人を助けなきゃ。気がついた。貴様ら、さっきはごめんなさい。半分は本当に魔物だ。我らはお前を解放し謝罪し、いいよしろ。カイネ、その名。もういいだろう。私に関わってもろくなこと。貴様らに、よ、これだけは言って。奴は私の獲物だ。やれやれ、巨大魔物に魔物付きか。綺麗だけど、なんだか近寄りがたい人だったね。もう少し手がかり。さっきのでかいのからは、未だ封印されし言葉の気配がしたな。だけど、今の僕にはとても太刀打ちできない。もっと強くならないと。そうなんです、武器をもっと。それならロボ山の入り口にあった。分かった。強化千ゴール千お金が村の人からの依頼。分かりました。あ、北平原で薬草草むら薬草を2個。ちょっと酒場に。飲んでるかい？僕はまだ飲めないよ。それにまだお昼だよ。日は沈まないんだから。いつ酒場には村の情報が集まるから、仕事が欲しい時には、また時間がある時にでも寄ってくれよ。
ロボット山とはどのようなところなのだ。昔の遺跡が埋まっている場所なんだって。僕たちにはよくわからない鉄くずだらけのところだよ。北東の鉄橋を登ったところにあるんだ。あの橋の上を昔は大きな鉄の箱が走ってたんだって、ポポルさんが言ってた。昔の人間は賢かったようだな。本当に賢かったら滅びかけたりはしないと思うけど。そっか。あ、いらっはい。と普段はロボット山。昔は軍事基地、ちょっと危ない場所。母さんは1、2、3、1週間も。最近は奥。お兄ちゃん、素材さえあれば。じゃあ、ちょっと僕、それにここで働くには素材が。それはじゃあ決まり。その武器でしたらチタン号。ロボット山の中にいる防衛。分かった。あとこれ気をつけてください。